だよね。いや、えぐいてー、えぐいてー。はい、どうもバイエルンアイコニック、皆さんどうでしたでしょうか。僕はちょうど1万コイン、まあ厳密に言うと9600コイン、そのなんか4回引いてちょうど1万コインだねとかわけわかんないこと言ってたんですけど、で当たりました。3人被らず来ました。珍しい。神引きしましたね、アイコニック。まあ1万コイン使ってるからね、神引きっていうかわかんないですけど、で今日はもうバイエルンベースチームにしてね、もうしっかりルンメリゲで自己ゲーしながら、もうベッケンでぐんぐん言わせながら、もうマテウスどうなのっていう感じで今日はやらせていただきたいなと思います。まあ、まずマテウス一番ね、もう正直ベッケンとルメイに関しては、まあ、大体能力ね、わかるし、もう前作からいるんで、こんな感じだよねっていうのは、大体想像つくと思うんですよね、皆さん。じゃあ、マテウス、結局どうなのみたいな感じになってくると思うんですけど、まあね、能力、数値めちゃめちゃ高いんですけど、正直そんなにかなーっていうところ。てか、プレイメーカーいないな、俺のチーム。シャビアロンソ、レベル上げてないしな。こんなにいないんだ。まあ、ちょっと有能なね、似たような CMF がいないので、まあ、ベッカムとかと比べるのもね、ちょっと違うかなとは思うんですけど、まあ、数値だけ見るとね、やっぱベッカムめちゃめちゃ強いな、これ。うん。まあ、でもマテウスの強みはこの逆足4ですね。これがめちゃめちゃ強い。ただね、インターセプトワンマークとかあるんだけど、ワンタッチパスとかダブルタッチとか、その攻撃的スキル、スルーパスとか、あ、スルーパスあるのか。ワンタッチパスと、する、あ、で、ダブルタッチがないのがちょっと微妙だな、みたいな感じですね。もう、カミカミだな。はい。で、あと、他と比べるとしても、まあ、ボックス2ボックスだけど、ゴレツカと比べてもこんな感じ。まあ、スピシュンあるんだけど、上背が、ね、173センチしか身長ないので、なんかね、ちょっと中途半端というかね、で身長ちっちゃいカンテと比べても、まあ、こんな感じ。うん。何が強いかって、まあ、プレースキック。キックが蹴れるよねみたいな。キック力お化けですね、結局。でも、かといってフラスルとグランダパスの能力そんなに高くないので、どうなのみたいな感じですね。はい。そして次、ルンメニゲ、こちら。左が新しいルンメニゲ。で、右が前のルンメニゲ。これ比較になります。ペスデータさんのね、アプリでね、スクショさせていただきました。まあ、強くなってるのが、まあ、やっぱりカーブと、あとはね、キック力かな。4上がってるところ。まあ、この辺がコントロールシュート入りやすくなったり、ミドルシュート入りやすくなってるんじゃないかなと。で、逆に弱くなっちゃってるところがスタミナですね。スタミナがね、4低いんですよ、前回のより。なんで、ま、そこがちょっとどうなのか、みたいな感じですかね。ルンメニゲは。はい。で、ベッケンバウはこんな感じでございます。まあ、ベッケンに関しては、前回の方と比べて、オフェンスエースが3上がってたり、あとはドリブル4上がってたり、で、パス2上がってたりね。足元が特化されてるのかなと。で、キック力8上がってますね。なんで、まあ、これね、このベッケンバウアーであれば、ちょっと CMF とかで使って臭いパスね、キック力と、ね、使ってみたいなっていうのもあるんですけど、一旦ね、ベッケンバウアーは最適性だと僕は思っている右サイドバックで使っていきたいなと思います。スタミナは変わらずなので、まあ、ディフェンシブつけて、今日やってスタミナ持たせて試合に行ければなと思います。はい、ということで、こんな感じですね、調子。ルンメニゲは好調。マテウス絶好調。ベッケンバオは好調ということで。で、コンセプトはさっき言った通り、ディフェンシブベッケン。でね、ルンメニゲに関してはね、やっぱりカウンターターゲットちょっとつけないと、きついかなっていうのがあるので、今日もカウンターターゲットつけて、もうとにかく足元、そしてキック力上がってますから、ミドルシュートガンガン狙って、コントロールシュート、ダブルタッチからのコントロールシュートとかね、狙えたら最高かなと、思っております。で、今週でちょっと FP の、ガチャ動画サボってしまいましたが、当たった選手、ケイン、ミリンコビッチ・サビッチ、あいつ、アズムです。はい。後日ね、ミリンコビッチ・サビッチと、アズムンに関しては動画にしようかなと思っております。結構ね、ミリンコビッチ・サビッチが、いい使用感なので、まあ、明日の動画になるかなっていう感じですかね。よろしく、お願いします。うわぁ、まあ、ちょっとメンテ開けなんでね、こういうちょっとわけわかんない。やばいな。試合開始からえぐいことになっちゃってるな。さあ、これ逆足。マティウスの左足で、あ、いいフィード。セネシを使っていく。セネシマジ優秀だな。マイナス。逆。見て逆。マティウスの、あ、惜しい。マティウスでちょっとミドルシュートとかもね、狙ってみたいなと思います。
まあ、あの、前回というか金のね、マテウスと比べて、ボックス2ボックスからプレイメーカーになったので、なんかね、ちょっと動かないな、みたいな感はあるんで、正直。正直、なんでボックス2ボックスじゃないのっていう感想ですかね、今のところ。いやー、欲しい。プレイメーカー微妙だな、みたいな。ボックス2ボックスで来てくればもっと強かったのに、みたいな。まあ、あの、プレイメーカーにはプレイメーカーの使い方があるので、それなりにやれるんですけど、まあ、ただね、あんまりね、この4312の形では輝かないのかなって僕自身は思ってるんですよね。例えば中盤の多い3オームフの CMF とか1人使うとなんかうまくバランス取ってくれたりとか、全体の。3バックのなんか中盤で使ってあげるとバランス取ってくれたりとか。そういう使い方がね、プレイメーカー僕は一番ね、最適正だなと思ってるので。やばい。危ねえ。兄貴間に合ってたかな。さあ、マテウスの守備。オッケー。まあ、マテウス守備能力も高いですからね。この辺は安心できるな。ある程度。キーパー、今週はクルトワ使ってます。ノーマルです。さあ、ルンメニゲ。やくそちょっとルンメニゲ信じすぎたな。あ、マテウスグッド。はい。ルンメニゲの裏。これ。だね、今日はね、もうね、なんならルンメニゲの自己芸を見せたいんですよね。もうこれぞルンメニゲみたいな。よし、俺のウィーレ2021開幕ってところを見せつけたい。やばい。オッケー。クルトはいいね。使いやすい。はい、ナイパー、ビエラ。これをぶち抜いちゃいますか。はい。これ。いや、くそー！いや、でもそこまでいけた時点で今。誰、キャンベルのこと弾き飛ばしたでしょ、キャンベルか、ビエラかわかんないけど。マテウス。いや、いいね。惜しい。ハリアップ。オッケー。あ、これちょっとまずい。あ、出ちゃったかも。ナイパー。ここ繋ぎたい。ナイス。ナイスキープ。うわぁ、お前らやば、中悪っ。サルメニーが、プレスはいかんと。あんまりまあ、ムービングしすぎたりするのもね、体力なくなっちゃうので、あんまり良くないね。ムービング、チェイシング。相手2オムフだったので、2オムフのとこ CMF でマークセッティつけてます。だからかなりね、ビルドアップはしづらいと思う、相手。ジューベットシューバー出てきた。うん、ここもマークいるからね。これさえやれば2オムフは抑えれます。前動画にも出したんですけどね。はい、スルー。はい、ルンメニゲを自己ゲ、え、ファールないそれ。くそ。あるこれ。ナイスカット。横パス、縦パス。いや、ナイス読み相手。やばい、裏空いた、それ。四角、適当四角プレスをしちゃった。ナイス、セネシ。さあ、ここ、体張れるからなー、ルンメニゲ。で、ダブルタッチで抜きにもいけるし。マジで最強。はい、ちょん。はい、ルンメニゲー。あ、くそー、今、ついデパイで打ち行ってもよかったかな。あ、オフサイドない、これ。ちょん。あ、くそ。あ。もう一回メッシ。もう一回メッシでいい。くぅ。ルンメニゲはね、おとりにするのもありですからね。僕結構ね、ルンメニゲに集中しすぎて、ルンメニ以外にやられるって時もあるので。あとはルンメニゲはね、相手に来たらもう、デススラですね。はい。怪我するので、ルンメニゲ。怪我体勢が低いので。読まれてるなぁ、やっぱ。ある程度ルンメニゲやっぱ警戒されますね、右足。でも左足もやれちゃうよってとこ見せていこう。この試合で。あ、やばい。あの辺はもう駆け引きだね。さあ、ベッケンバーバーナイスカット。さあ、これちょっと、え、ファールないでしょ。じゃあ、ベッケンバーバーのいいところもね、できれば見せたいですからね。でも一番ね、僕ね、前のベッケンバーバー持ってるんですけど、一番右サイドバック安定するな。なんか一番ルンメニゲ抑えてくれるというか。あ、これどうしよう。デパイ経由して、オフサイかな。オフサイだ。欲しい。で、最近は、てか僕ずっと、ロナウドとメッシのツートップだったので、基本的には。あんまりね、ラインブレーカー使ってなかったんで、やっぱ今みたいに勝手に裏抜けてってくれるのはいいっすね。まあ、オフサイドにはなりましたけど。ライン上げてくるな。ここ簡単。いや、強っ。ワンビソコ強いな、おい。後ろから弾き飛ばされたな、今逆に。前で。前で。あ、ちょっと待って、それ事故る。オッケー。どっちが本物のルンメニゲか証明しようや。みんなルンメニゲ持ってんだろう、今日から。行
かれてるわこのゲーム。知らないですからね僕ルンメリゲ現役時代を。ウィーレで知りましたからね。いった、それファールないの、それはこれやばい、ルンメリゲドフリー、あかんこれ。ベッケンバウアーの見てカバー、はい、ベッケンバウアーのカバー、危なさ、あれ入るからねルンメリゲ左足でも。今相手入らなかったですけど、あれ結構普通に入るからな。ラスト1分か、あ、蹴っちゃえばよかったな前に、これで終わりだ。リバプールというチーム名バルサはちょっとよくわかんないですね。あれなんでなんだろうね、わざとなんかな。そういう人たまにいるよね。オッケー、いいですね、テキパキ後半延長なしの試合になっております。90分でしっかり仕留めなきゃいけない、ナイス。あんまりルンメリゲ意識しすぎんのもね。マテウスとかも使っていきながらうまくちょん、いや惜しい、いやー、ゴミマニュアル出たー、いやー、ひどいそれはなんだよそれ。一人、オッケー、ナイス守備。さあ、アテーノ、いや、ここ体張れるからな、ルンメ。デパイは体張れませんでした。まあちょっと相手がバランはね、相手が悪いわ、それは。それいいよ、パス。交換する関係な、たまに。オッケー、ナイス、マテウス。さあ、マテウスの臭いパス見せてくれ。いや、ナイスラ、それはナイスラですね。お相手さんはナイスバラン。いい横パスを出しのメッシあるよって見せかけの一番下でルンメリゲ、そう、いやー惜しい、完璧だったな今でも。多分もうルン相手今上のメッシしか見てなくて、下のね、誰だったか忘れたけど上がってきたとこ見てなかったよ、ビエランとこか。完璧だったけど、ポジションでしっかり決めきれなきゃいけない。あ、これやばい、事故る、地獄マジかよ、それは地獄だな、ちょっとしょうがない、本気出すしかないな、これ。いやー、どうしよう、ここ中盤デパイの代わりいないな、もうちょい、絶好調だからね、デパイもうちょい頑張ってもらおう。で、ここ、ちょっと押し面入れますか。ラインブレーカー。いや、でももうちょいメッシ頑張ってほしいか。もうちょいメッシも粘ろう。まだ58分。こっから2点はね、全然いける範囲なので。行きましょう。まず開幕で取っちゃうよ。ゴミパス。うまくいってないですね。いいビルドアップはさせてないんですけどね。ちょっと今さっきみたいな事故みたいな失点はちょっとしょうがないよね。ある程度後ろ向きだからね。だからもうああいうのはもうしょうがないでして、しっかり点を取んなきゃいけないですね。デパイ、オッケー、ちょっとかくつきましたけどね、シュートの時びっくりした。いや、おお、ちょっと重いな、ちょっと重いな。ちょっとやっぱメンテ開けよね。あー、これやばいな、これやばいな、ちょっと OK、 ちょっと OK、 ナイスアンダー。ちょちょちょ、電波出ないの天才じゃないっていうか、これ結構なカクつき見せてるよ今。えぐいよこれ、え、これえぐいよ本当に。 OK、 関係ないよと、もうルンメニゲ来ちゃってるからね。あー、ナイス裏ケア、これでも事故れ止める、はい、ルンメニゲグッド。ちょ、隠すくんほんとやめてほしい。あ、やっぱ出るよね。いや、えぐいてー、えぐいてー、えぐい、えぐい、えぐい、えぐくないこれ、ちょ、どうなってんのこれ、ちょっと、は、相手ボールしかも。ひどいな。動画だよ。これ動画出していいんか、そう、だからファーストたち伸びんだよな、あれダッシュ入れてねえのに。うわ、えぐい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 。ここに来て VS 電波マンだったとは。全然普通だったんだけどな。うん、まあ、電波マンっていうかね、相性が悪かったですね。対戦のね、相性が。
メッシ疲れちゃってるな。押し面入れときたかったね、やっぱ。ナイスバラン。天才。いや、えぐ。ちょっと待って。あ、もう。動かんです。ナイス。ちょっとそれも動かん。ファールちょうだい。でもファールでいい。あ、ナイス。ファールないんだ、それ。えぐ。もう動かんよ、これ。ひどいな、これ。もう喋れない、俺。動画だから喋んなきゃいけないのに。もう押し面入れよう。押し面で自己ゲーグいいんだ。ロナウド入れて。もう、あ、マテウスがちょっと疲れちゃってますね。94分。94分じゃない。94スタミナ。絶好調で持たないんだな、体力。そんなにムービングとかさせてないと思うんだけどな。しょうがないね。いや、えぐいな。もうこれ電波でスタミナやられちゃってるみたいなとこあるかもしれない。なんだそれ。いやー、これはひどいですね、ちょっと。来た。ひどい。本当に動かない。どうしよう。これ本当にひどいやつだ。あ、来た。これでもさすがに決めたい。いやー。なんだよ、これ。集中モード入るか、動画だと。本当に入力を早く早くやらないと動かないんですよ。いやもういやマジか、これまずいな。当たれ。オッケー、ナイスベッケンバーは神。初めいい動き。ナイス突破。ここにルンベリゲ。よし、でかチームを救う。マジで黙ったわ最後。危な。ナイス。そこにいるんだよな、ルンベリゲパイセン。もうパフってる時も電波マーク出てますわ。よし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 。いやでも最後絶対絶命のピンチをベッケンバウアーが防いで、そっからね、スパサバ押し面こう やってくれましたけど、最後。しっかりカウンターに繋げて、最後はもう、仕事をするルンメニゲというところで。はい。でね、やっぱりね、この試合やって思ったんですけど、マテウスはちょっと4312向きじゃないかなっていうのはやっぱりありますね。プレイメーカーだねって感じ。なんか今までのプレイメーカーを超えるプレイメーカーではない。やっぱりプレイスタイルは超えれないなっていう。どんなに能力が高くても。っていう感じですかね。だからやっぱり、無課金の人だったりとか、美課金の人が、まずやっぱりルンメニゲ取って。で、ベッケンバウアーもね、僕はね、すごい強いと思います。かなり。ユーティリティですし。なんでやっぱり、そこの二人取ったらもう撤退でね、いいのかなと。マティウスみたいな中盤の選手はいますし、まあ、ビエラだったりとか、いうね、アイコニック。まあ、これもね、ジェラードとか、それこそクライフとか、来た時に、中盤の選手は取りに行くっていう方がいいのかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。